新井と申します。2005年にこの土地を買って、2006年にの夏ですね、家建てまして、当初別荘として使ってたんですけど、転勤でここから通るようになってですね、2007年からこちらに住んでます。今は新幹線通勤で埼玉まで通ってます。こちらにあるのがですね、ダッチウエストの FA265 という機種です。はい、冬の間はもうほとんどこれだけですね。秋とか春先だけ少し、薪ストーブつけずに暖房つけることはありますけど、冬の間はもうほとんどこれをつけっぱなしの状態です。まず家の中がすごく空気が柔らかくてあったかいっていう感じですかね。もう家の中中温まるんで、それがまず一番ですね。それとあとは、火を見ながら、ちびちびやってると、非常になんかのんびりしたような、ゆったりした気分になれますね。そうですね、メンテナンスっていう意味では、煙突掃除があったり、当然薪を集めるのも結構重労働で、集まらなかったらどうしようなんて不安も抱えながら、毎年薪集め一生懸命頑張ってはいるんですけどね。大変なのはもう薪集めるのが一番大変ですかね。友達に不動産屋さん、地元の不動産屋さんが、いるので、そういった方から伐採現場の紹介をいただいて、いただいたり取りに行ったり、あとはそうですね、町の、貯木場、伐採したのを捨てる場所があるんですけど、町民はタダでもらえるというので、そこに取りに行ったりですね。そこは結構競争率も高いので、なかなか利用はしきれてないんですけど、そういったとこからもらってます。しょっちゅう通っていいのが入ってると慌てて取りに行くという、そういう感じで、なんか時々は休みを取って見つけたら休みを取って取りに行くなんていうこともやったことあります。どれぐらいだろう、4トントラック1杯じゃ効かないですかね。5、6トン分ぐらいは使ってるかもしれないですね。はい、一番右側にあるのが初めて、もう引っ越してきてすぐに作ったもので、これはちょっとダサ作だったんですけど、全部手製です。はい、ほぼ2年分ぐらいかなっていう感じで、寒い年だともう2年持たないかもしれないんですけど、だいたい2年分ぐらいですね。見えないところにはカラマツも少し混じってるんですけど、多いのは何だろうな、カエデ類とか、ナラも若干混じってます。あと栗があったり、雑木、広葉樹ばっかり、広葉樹だったら何でも使ってますね。一番上の方に、手前の上の方に積んであるのがニセアカシアですね。はい、広葉樹の中でも日持ちのいいものと、すぐ燃えてしまうもの、乾いたらすごく軽くなっちゃうもの、乾いてもずっしり重たいもの、やっぱり違いはありますね。割るときに結構分かりますね。いい木は割るときにも、もう運ぶ段階すごく重たいですし、割るときにも非常に硬いものもあったり、もう欅なんかはいいんですけど割るのが大変で、はい、欅は一本だけ手に入ったことがあるんですけど、割るのが大変で、くさびがなかったら割れなかったですね。